皆さんこんにちは、よろしくお願いします。今日は指導論について、テーマは3つのコーチング方法です。で、コーチを始めて間もない方は、まあシンクロコーチングだったり、まあミーティングだったりはできるかもしれませんが、ゲームフリーズはなかなかできないので、これはできるようになるということ自体がコーチとして自分自身のスキルアップにもなるので、ぜひぜひ取り組んでもらいたいなと思います。で、それぞれの今日はメリットとデメリットについてお話をしていきたいと思います。で、シンクロコーチングとは何なのかっていうと、まあプレー中ですね、まあ例えば試合中に、まあベンチにいるコーチが声をかけるみたいな、まあシンクロっていうのは、まあ同時に同じタイミングで起きるっていう意味なので、まあシンクロナイズスイミングなんか、一斉に足を合わせるみたいなのと同じ意味なので、プレーしているということと同時にコーチングをするという意味です。で、まあメリットとしては、まあプレーとリンクしやすいんですね。まあ試合が起きている場面でコーチからの声が出れば、まあ今のプレーに対してこの声が出たというのがあるので、プレーとのリンクがしやすいです。で、あとは、まあメリットとしては、まあその該当している選手には分かりやすいですね。例えばシュートした選手に対して、そのシュートについての声かけがあった場合には、あ、今のシュートの話だっていうのは分かるんですけども、まあ、それが、例えば味方のチームのキーパーにとっては伝わらない言葉ですよね。ということで、該当選手にはすごく分かりやすいけども、まあ、それ以外には分かりづらいといったところで、やっぱりポイントとしてはこの質問法と、あとは構成要素を言ってあげるというところです。まあ、この辺は前回の動画で少しお話をしたので、まあ概要欄から、リンクで見てみてください。で、まあ、質問を投げかけるっていうことによって そのスキルが上がっていくっていうところですね。で、あとは構成要素ですね。試合中の声かけとして、例えば選手がシュートをしていいシュートが入ったと場合に、ナイスシュートって言ってみたり、もしくはシュート外したっていう時に、しっかり打てよっていうコーチからの声かけは、これ何のシンクロコーチングでもないですね。つまり、構成要素何も言ってないので、結果の話をしてるだけなので、その選手に対して結果を、ベンチから言うってのは何の意味もないですね。結果が良かったことと、もしくは結果が失敗してしまったということは、プレーをした選手自身が一番知ってますから、それをわざわざコーチが追い打ちをかける必要は全くないので、やっぱりシンクロコーチングっていうのは、そのプレーの構成要素として何が良かったのか、もしくは次こう改善した方がいいといったところを言ってあげるというところです。で、まあデメリットとしては、まあプレー中なんで伝わんないっていうことが結構あります。いくらこうベンチからコーチが声をかけても、まあ聞いてないっていうことだったり、なんか聞いてる風なことの雰囲気は感じるんだけど、後々聞いてみると何言ってたか分かんなかったみたいなことは結構あります。なかなか伝わりづらいっていうのがあります。で、まあ、ゲームフリーズ飛ばしちゃって、ミーティングからなんですけども、ミーティングの、まあ、いい場面、メリットとしては、その、試合とかが終わった、まあ、もしくは一つの練習が終わった後にみんな集まって、まあ、ホワイトボードで、こうだよねって見ながらやることで、まあ、ゆっくり場面を振り返れるっていうのが一番のメリットですね。で、ただ、デメリットとしては、その、まあ、ホワイトボード上で、こう、磁石で、この選手がこうだよね、こうだよね、こうだよねって言っても、多分、それは全体を見てる、コーチからだと分かりやすいんですけども、選手は、中で、その磁石の、場所の視点からでしか見てないので、全体を見てないので、いまいち何言ってか分かんないっていうようなこともあり得ますね。この辺は、まあ、以前の動画で、主観的視点と客観的視点っていうのを見るってどういうことなんだろうっていうのがありますので、まあ、ちょっと見てみてください。で、あとは、ここが結構なポイントで、ミーティングが長いチームがすごく多くて、で、その長いミーティングを見てると、最後に、こう、コーチが分かったかって言って、そうすると選手が全員で大きな声で、はいって言って終わるっていうのが、よくありがちなんですけども、あれ、おそらく、選手は、何一つ聞いてないですよね。で、選手がやってることって何かっていうと、この長い話をとにかく真剣な顔して聞いてるふりをして時間を潰してるだけなんですよね。で、最後に、分かったかっていう言葉がいつ出るんだろうっていうのを待ってて、それ言われた瞬間にみんなで大きな声で、はいって言うと終わるという儀式ですよね、あれ。なので何の意味もないと思います。
で、僕、ミーティングは、まあ、例えば試合の後とか、だいたい1分とか2分ですね。ポイントとして、その試合におけるテーマって何だったのかなっていうところを、まあ、事前にお話ししてるんで、それに向けて試合をやって、で、そのテーマについてどうだったかっていうところを、まあ、振り返ると。まあ、あとはまあ、個々の選手ですごく頑張った選手がいたら、誰々頑張ったね、誰々頑張ったね、あ、そうよかったよね。じゃあ、以上っていう感じで、まあ、1、2分ですね。だ言うのは要するにテーマについてと、まあ、個々の頑張りぐらいを褒めるぐらいで、いくつも言っても、伝わんないし、3つ4つ言われても、大人でも、覚えきれないんで、選手が覚えれるわけがないんですよね。なので、まあ、ミーティングは場面をゆっくり振り返られるんだけども、得てして、こういったデメリットが出てくるな、といったところです。で、それでゲームフリーズなんですけども、これゲームフリーズどういうことかっていうと、まあ、実際の試合の、まあ、まあ、公式戦でゲーム中にフリーズさせることはできないんですが、まあ、練習中にやったりする方法です。で、まあ、練習でこう、やってる時に、あ、ちょっと一回止まってって言って、で、今この選手ここにいて、この選手がここにいて、相手選手ここにいてね。で、今何を見た、どっちにプレイしようとして、どんな判断したみたいなことで、振り返って、今の、プレイよりも他のプレイあったかもねって言って、じゃあさっきの位置にもう一回戻って、はい、じゃあ今からスタート用意の、みたいな感じでプレイさせたり、まあ、状況によっては、その判断のスキルのところを、磨いてあげたいなっていう場合は、プレイ時間が短ければ短いほど判断時間が短くなるので、難しいので、まあ、プレイ時間を少し伸ばしてあげる。つまりどういうことかっていうと、攻撃側がボール持っていて、攻撃側の判断を見せたいんであれば、守備側が、まあ、一歩離れてもらってからそこからスタートするとか、まあ、合図を2回出すですね。攻撃側が、じゃあ今から1回目の手を叩いたら攻撃側がスタートで、2回目から叩いたら守備側がスタートですよって言って、はい、せーの、はい。はいぐらいにすると1秒間、攻撃側が判断する時間を持てるので、そこで、やり直してみるなんてこともやったりします。でメリットとしてはその場面を再現するっていうことで、まあ、多人数が振り返れるんですね。さっきの場面こうだったよね、君ここにいたよね、ここにいたよねってことで、ああそうそうそういう場面だったねっていうのが全員がいっぺんに見て、ああこういう場面だったわかるっていうことと、でそこにおいてそれぞれのプレイにどんなこう技術だったりこう判断だったりがあったのかなっていったところを振り返ることで、まあ一人一人が、あ、そうかそうか、自分の視点からはそうだったね、自分の視点からそうだったねっていうことで、一人一人が情報の整理ができるということで、やっぱポイントとしてはエラーと改善と、まあ、トライがセットになると、まあ、よくトライ&エラーっていうんですけども、トライしてみたものに、まあ、エラーはつきものだっていうところなんですけども、ここにポイントはトライを全力でやったかっていうことと、エラーの後に改善があったかっていうことなんですね。で、ゲームフリーズでやることによって、ま、エラーがあったわけですよ、そこの場面で。で、エラーがあったのでそこで止める。なので、そこでもう一回こうやり直しつつっていう時に、ま、改善の提案をしてみて、で、それの改善の方法について、ま、選手がもう一度トライをしてみるっていうことがセットでできるというのが、ま、一つポイントです。で、デメリットとしては、止めすぎたり、話が長いだったりすると、まあ、プレイ時間はどんどん止まる。まあ、シンクロコーチングの場合はプレイは止まんないので、ずーっとプレイは続くんですけども、ゲームフリーズの場合は止めちゃうんで、ここで、コーチからの話が長ければ長いほど、その分だけどん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 プレイ時間は減っていくと。いったところがデメリットなので、この辺は工夫と、まあ、コーチのスキルが必要になってくるかな、と思います。はい。では今日は3つのコーチング方法についてお話をいたしましたが、コーチとしてのスキルも基本中の基本なので、こういったことがあるということをまず知らなくちゃいけないし、それぞれのコーチング方法を、最大限メリットが出るような、まあ、言葉の声かけの仕方だったり、まあ、もしくは、まあゲームプランであったり練習メニューを考えていくっていうことをやっていかなくちゃいけなくて、なのでまあぜひぜひコーチとしてのスキルをみんなで伸ばしていきたいなと思います。はい、それではまた。最後まで見ていただきましてありがとうございます。よければチャンネル登録、いいねボタンお願いします。動画作りの励みになります。また、コメント欄に、質問だったり、リクエストだったり、こんなことを聞いてみたいなってことをぜひぜひたくさん書き込んでください。動画作りのネタにします。それでは、またお願いします。